フレキシティスウィフトメルボルン市電 E 型電車 E 型はオーストラリアメルボルンの路面電車であるメルボルン市電に在籍する電車の位置形式バリアフリーに適した大型超低床電車で2013年から営業運転に投入されている2009年ビクトリア州政府は州とメルボルンの路面電車の利用客増加及び障害者差別禁止法に適した バリアフリーへの対応車両の増強のため、最大10億ドルの予算を用い、新型超低床電車を導入する計画を発表した。翌2010年、ドイツの鉄道車両メーカーである、ボンバルディア・トランスポーテーションが50両オプション100両、及びこれらの車両のメンテナンスに関する契約を交わした。 これに基づき生産が開始されたのが E 型である。E 型は、ボンバルディア・トランスポーテーションが世界各国に展開するフレキシティ・スウィフトの位置形式で、両運転台の三車体連接編成を組み、全長33.45メートルはメルボルン市電の歴代車両で最長である。先頭車体の台車は回転軸を有するが、小型台車を用いることにより床上高さを、 抑えているほか、車内の高低差を段差ではなく、スロープでつないでいることにより車内は100%低床構造となっている。制御装置には、ボンバルディアが展開するミトラックが用いられ、消費電力の抑制が図られている。定員は210人で、一両単位としては、メルボルン市電に在籍する車両で最も多く、車内には車椅子やベビーカーを、 設置可能なフリースペースが存在するほか、利用しやすさを前提としたデザインや式帳が採用されている。製造は、ボンバルディアがメルボルンのサバーブであるダンデノングに所有する工場で実施されており、オーストラリア国内で生産されるメルボルン市電向け車両は1994年の B 型電車以来となっている。E 型は、 バリアフリーに適した構造が高く評価され、2014年にオーストラリアングッド・デザインアワードを受賞している。2011年にモックアップや模型が発表、展示された後、翌2012年から E 型の生産が開始された。当初の契約内容では2012年12月からメルボルン市電の列車運営を担当するヤラトラムへの納入が開始される予定であったが、要望に基づいた。 複雑な設計が要因となり、スケジュールに遅れが生じ、実際に納入が始まったのは2013年7月となった。試運転を経て営業運転を開始したのは同年11月4日で、以降は2018年までに発注分50両の納入が実施された。一方、上記の車両に加えて、ビクトリア州政府は2015年に20両、2017年に10両の 追加発注を実施した。これらの車両はメルボルン市電で多く報告された乗客の転倒事故を踏まえ、滑りにくい床材への変更や、握り棒の増設、緊急停止ボタンの追加などの安全対策が施されており、E2 k と呼ばれることもある。造備車は2017年から営業運転に投入され、2020年の時点で25両の導入が完了しており、 E 型とともに11号線、86号線、96号線で使用されている。ありがとうございます。